はい、今回はねエスタークを耐性バッチシのこの4人で、いや4匹で挑みます。まあ戦いのドラゴン基本ですね。あ、先に断っときますけど、これはドラクエ5エスタークを10以下で倒す動画であって、イアンカとフローラと乱行するような動画ではございません。ご了承ください。それでは行きましょう。見てもらったら分かる通り、はい、もうねジュエル踊る宝石耐性ある上に星フルでは装備したら結構早いんでね、ほとんど効かないんですよ。ただ痛恨だけはね、まあこれキラーマシンもそうなんですけど、痛恨来たら一発で死ぬんで、それ以外は一発は耐えますね。ひたすら剣じゃないし連打するだけです。あいつは宝石じゃなくて剣じゃ石です。石、踊る石です。これ見てる人の中ではね、もしかするとおいスーパーファミコン版でやらんかいと、スタークは3匹で挑めバカタレっていう心ない人もいると思うんですけど、その通りですね。 PS2 版になってから簡単ですもん。別にねセーブが消えるわけじゃあるまいし、このピシッっていうのはいいですけど、やっぱあの体白くなってほしいよ。あいきた、危な。このパーティーの頼みの綱ジュエルやからね、なんか体ピシッって言うて白くなってほしいですよね。わかります？これわかる人いますよね、当然。まあわーわー言うてるけど、これ完全に体勢有利に取ってるだけのね、スターク倒すだけの動画なんで、おそらく何回も言ってるんで簡単にいけると思うんで、次はね平均レベルを下げようかな、1ずつ。そうしたところで勝てるし意味ないんですけどね、これ取ってるけど何回も勝ってるんですよ、だいぶ前から。ただ最近ハマってたから出しただけで、またしばらく眠ってもらいます。もっとねあのスライム1匹でとかね、縛りプレイしまくってる人の動画があるんで、そちらの方をねもうぜひとも凄腕神業動画として見てください。ただもしね今この時代に、今エスタークちょうど初めてドラクエ5を何らかでやって、エスターク勝たれへんって迷ってる人、もしかしたらこの4匹のうちどれが1匹でもね、だいぶ楽になりますよ。見てもらったら分かる通りほとんど効かないんでね、ただ痛恨は気ぃつけてください。普通の攻撃2回も気ぃつけて、メラゾーマとかも気ぃつけてください。それ以外ならねまあまあいけます。凍てつく波動とかもうな、ほら凍てつく波動するときにエスターク可愛くないですか、剣をこうクロスして顔が可愛くないですか。青色の時もいいけど、やっぱエスタークってこの茶色っすよね、グッっていう顔。あと帝王なだけあって、ドラクエの裏ボスとして僕一番最初に出てくるんですよね。なんか神竜とかいろいろあれしてもエスタークなんですよ、ね、次12が出るにしてもやっぱエスタークを裏ボスに置いてほしいかな。もう飽きた、飽きるかな。モンスターズとかね、ジョーカー系テリワンとかでも絶対エスターク作りますもん、めっちゃ好きなんですよ。だからこそあーあーあああああしんどるな。はい、ザオリク見てくださいよ、エルバトラーの優秀さ。こいつ9ですよ、このステータス間違いないでしょ。ドラクエ5の仲間モンスターでいっちゃん強いでしょこいつ。何でもできる、立ってよし、寝てよし、打撃よし、グラップルよし、寝技ね、まあまあ地味に HP あるなこいつ。まあちょっとやりながら同じことをして作業で暇なんでちょっと言いますけど、メラゾーマ来た、あの2回打っていくことがあるんで、ね、同じやつに2回結構打ってきますよこれ。まあそれはどうでもいいんですけど、ドラクエ6でね昔はぐれメタル仲間にしたことあるんですよ。それだけです。
あー長いわこいつ、めっちゃ長いわ、こんだけダメージ与えてんのに。まったくねえ、皆さん結婚相手誰選びますか？皆さん好きな仲間モンスターは誰ですか？いろいろ教えてくださいね。別に教えなくてもいいですけど。うん、もう言うことないわ。ドラクエ5名作なんでね、やってない方やりましょう。これドラクエシリーズ一番やりやすいんちゃうかな、遊びやすいし、ちょうどいいっすよね。仲間できたり、転職とかなくてもね、ちっちゃい時から青年になって結婚して子供できてみたいな、めっちゃ遊びやすい。これやってない人損ですよ。やりましょう。バギクロス意味あるんかな。結構灼熱がちょっと地味にキラーマシンがきつい。結構これダメージ与えてるけど、あれいつも5分以内に逃げとったような気がするけど、くどいな今回のスターク。ああ、この通りです。誰でもできます。明日からあなたも。やりましょう。余裕の10ターン以内で倒せました。ありがとうございました。